とあるダイエットで太りにくい体質になった。大塚桃子さん29歳、身長152センチ、体重46キロ。実は彼女、あるダイエットがきっかけで、なんで、めちゃくちゃ食べるのに体重が変わらない、超羨ましい体質になったらしい。そのあるダイエットとは一体何？みんな真似できることなの？まずは大食いのお手並み拝見。埼玉市にあるキッチンニューホシノ。ここで何を食べるのかというと、わあすごい、スーパージャンボ3倍盛りです。名物のスーパージャンボ、今回特別サイズで、ご飯の量 1.3キロ、そこに山盛りのキャベツ、分厚く切られた豚肉をこんがり揚げて、なんと3枚。そこにカレーをかければスーパージャンボ3倍盛りの完成。総重量 4.5キロ。で、今回はあるものを用意。それが体重計。この台の上に乗ると体重が表示され、常に測り続けられる。つまりこの台の上に乗りながら食べ、食べた分だけそのまま体重も増えるのか確かめる。椅子や服の重さを引いた食べる前の体重が 46.6キロ。これがどのように増えていくのか。いただきます。美味しそう。どうしよう、じゃあカレーから。まずは大きな一口でパクリ。するとなんと一口で 100g も増加。これ一番美味しいです、真面目に。今まで食べた中で。というと一気に食べ進め、たった4分で体重1キロも増加。さらに 100g もあるとんかつ一切れをなんと二口で。で、とんかつを1枚完食し、残り 2.5キロ。ここまでわずか13分。これには店長もこの表情。そんなことはお構いなしにどんどん食べ進め。あ、ルーおかわりしてもいいですか。ルーのおかわり、確かに。ねえ、勢い止まらず、うん、あとちょっと。ごちそうさまでした。見事完食。さあ 4.6 キロのカレーを食べた彼女の体重は何キロ増えた。果たして。 51.9 キロ。食べる前が 46.6 キロだったので、なんと 5.3 キロも増えちゃった。そう、水を飲みカレールーをおかわりしたのでこんなに増えたのだ。お腹が切れそう。そんなお腹はどうなっているのか。食べる前と食べた後を比べると、信じられない状態に。ではお腹の中はどうなっているのか。食べる前はこの部分が胃が、食べた後はこんなにでっかくなっちゃった。もうパンパンで。翌日彼女を訪ねると、こんにちは、仰天ニュースです。お腹ぺったんこに。そしてこんなことを言い出した。太ってました、ちょっと。どんぐらい太ってたんですか。今より20キロプラスぐらいです。痩せたってことですか。はい、なんか太んなくなりました。実はその20キロダイエットの後、なぜか太りにくくなったという。それは一体どんなダイエットだったのか。1994年、埼玉県大塚家の次女として生まれた桃子ちゃん。健康的でスラッとした体が、ビッグサイズのパパの影響でややぽっちゃりボディに。
そのまんま大きくなり、お肉がちょっと気になっちゃう体型に。で、ダイエットしようと思う出来事が。高校卒業後、かなりのぽっちゃりさんだったももこさん。あ、この振り袖かわいい。やっぱ赤がいいかな。成人式で着る振り袖の前撮りのハガキが届いた。すると母親が、あったあった。これこれ、お姉ちゃんの前撮りの写真。これお姉ちゃん。そうよ。なんか綺麗に撮ってもらうんだって頑張ってたわよ。これがももこさんに火をつけた。このままじゃやばい。痩せよう。ね、ダイエット開始。そしてこの行動が太りにくい体質への扉を開いた可能性が。それ以来彼女は4時30分に起き、何も食べず1時間ランニング。お昼は休憩行ってきます。毎日のようにスーパーで買ったお刺身に粉わさび。塩分の摂りすぎはむくみの原因になると思い、塩分が少ない粉わさびを彼女は直にお刺身につけて食べていた。夜は魚の干物を水でしっかり洗い、これだけを食べる。で、1時間のランニング。そして寝る前にネットにダイエットにいいとあった。よし、ココアパウダー。ココアの原料であるカカオには食物繊維が豊富に含まれ、糖や脂質を伴って排泄されるため、それらの吸収を緩やかにするという。彼女が選んだのはカカオ成分が多く糖類を加えていないピュアココア。それをこれまた直で。運動、食事制限、ピュアココア、ダイエット生活を1年、なんと20キロのダイエットに成功。現在の超ほっそりボディに。そしてとんでもないことに気づく。痩せてからずっと我慢していたが、友人に誘われバイキングに行くことになり、そこは夢のような食べ物が取り放題。すると美味しそうすぎた。カリカリめの大きい唐揚げです。で、我慢していた1年間の食欲が大爆発。4時間ぐらい多分食べ続けて、食べたいだけ食べました。美味しかった。満腹すぎて何度かトイレに。すると翌日、なんで全然太ってない。体重測ってもあんまり変わってなくて。それ以来なんか我慢するのがバッカらしくなって、ダイエットはやめちゃいました。ずっと食べてて太んないですね。そんなある日、彼女がダイエットするきっかけとなった姉と久しぶりのランチ。そこで姉は衝撃的なシーンを目撃する。一緒にランチしようってなって、店員さんは引いてましたね。お待たせいたしました。ボロネーゼ大盛りのお客様。はい、はい、こちらカルボナーラ大盛りでございます。あ、それも私。ダブルハンバーグ。あ、それも。黙々とペロリと食べて気軽に奢るからって言えないです。さらに奇妙な出会いをした友人も。ほとんど前情報なしに紹介されたんですね。って思っちゃいました。これとこれください。餃子になります。ラーメンになります。彼女のペースに任せていたら、気づいたら綺麗にテーブルの料理なくなっていた感じでした。そんな彼女、本気出したらどれくらい食べられるの。都内でわんこそばを楽しめると話題のくるくるわんこさんで、1杯 10g のおそばを時間無制限で食べてもらった。100は超えたいです。ということで早速スタート。勢いを落とすことなく1時間40分食べ続け、終わりにします。ここで終了。
一体何杯食べたのか。その数なんと540杯。このお店に来る女性が食べた平均は90杯なので、その6杯。こんなに食べたのに翌日には体重が戻っていた彼女、一体なぜなのか。彼女の体を調べて太りにくい体になった原因かもしれない一つを先生が語った。超大食いしても翌日には体重が戻る大塚さん、一体なぜ？調べてみた。その結果を腸内細菌に詳しい慶応義塾大学福田真嗣特任教授は、彼女の場合ロゼブリアやブラウティアといった腸内細菌が比較的多いと。これらの菌は短鎖脂肪酸を作るんですけれども、この短鎖脂肪酸には太りにくくする可能性があるということが言われています。短鎖脂肪酸とは腸のバリア機能を高め、肥満になる成分をブロックしたり、腸の蠕動運動を助け排便を促す効果がある。しかし、もともとは太っていた彼女がなぜ太りにくい体質に？この後医師が語る。もともと太っていた大塚さんが太りにくい体質になったのはなぜ？医師によると、ダイエットした時のココアパウダーの影響かもしれないという。彼女の場合はカカオを1年間ずっと食べ続けると、そういった食習慣が腸内環境の変化ということを促したのかもしれません。カカオを摂取すると短鎖脂肪酸を作るブラウティアという腸内細菌がお腹の中で増えるという研究報告もあります。腸内環境は人によって異なりますので、同じような効果がみんなが得られるかは分からないんですけれども、彼女の場合はブラウティアという菌が大体 1.5 倍ほど多いということが分かりましたので、こういったところが影響しているかもしれません。彼女の場合はカカオを摂ることで腸内環境が変化したと考えられたが、カカオにはカフェインも含まれているため、過剰に摂取してしまうと頭痛、不眠などの症状を引き起こす可能性もあるので注意が必要。太りにくい体質を手に入れた彼女、現在は YouTube に動画をアップするため月に20回もデカ盛り料理を食べている。やっぱり羨ましい。